は12時になりました。シエスタ読谷 FM ランチ、今日は2月13日火曜日ということで、ガンジューチャレンジをお届けいたします。この時間は毎週いろんなテーマに沿って健康につながるお話をしていきたいと思います。ということで本日のテーマはバレンタインの思い出です。どうぞ1時間お付き合いください。この番組は FM 読谷の本スタジオより生放送でお届けしているシエスタ読谷 FM ランチ、ガンジューチャレンジ。この番組は読谷村健康づくり推進協議会、読谷村役場健康推進課の提供でお送りいたします。皆さん改めましてこんにちは。毎週火曜日この時間はシエスタ読谷 FM ランチ、ガンジューチャレンジと題しまして、皆さんの健康づくりを応援するパーソナリティの平田美希がお届けしていく1時間のトーク番組となっております。どうぞ FM 読谷の本スタジオから生放送で12時から1時までお届けいたしますので、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。ということで毎週この時間ね、いろんなテーマに沿って健康につながるような、まあね、楽しいお話ができたらななんてね思いながらお届けしているんですけれども、今日のメールテーマは明日いよいよバレンタインですね。さあこの週末と今日と今日の夜はきっと女性陣はチョコ作りにね時間いっぱい使うのでしょうか、買い物など。はい、まあね、明日がバレンタインということで、今日はバレンタインの思い出をテーマに第4コーナーはお話をしていきますので、ぜひ皆さんいろんなねエピソードがあるかと思いますので教えてください。ではここでメールアドレスを紹介します。すべて小文字で FM 数字の786 @fmyomitan.co.jp、すべて小文字で FM 数字の786 @fmyomitan.co.jp です。また FM 読谷にはホームページまたは無料で配信しております。アプリがございますので、どちらか利用しやすい方を選んで番組へメッセージを送っていただけたらなと思います。また番組へメッセージを送る際なんですが、 FM 読谷には160名余りのボランティアのパーソナリティと
そしてたくさんの番組がありますので、必ず番組名の入力も忘れずにお願いします。この時間にメッセージを送る方はひらがなでガンジュ、カタカナでチャレンジと打っていただきますと、はい、平田美希が探しやすくなりますので、ぜひご協力お願いします。はい、ということでということで、はい、今日はね2月13日火曜日なんですが、まあ、あっという間に2月も2週間経つところですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は読谷村、まあ、FM 読谷の窓から見える空はいいお天気なんですが、今日は皆さんのところはどうですかね。今日外でなんか外で遊びたいね今日休みの方はぜひお家に、あのお家で、お家にこもらず、こもらず、はい、家にいないで外にお出かけしに行ってくださいね。まあね、また給料日後の方もたくさんいるかと思いますので、お買い物などもしくは明日のための準備などしてもらえたらなと思いますので、今日はお家にいないで外にお出かけしてください。またこの時間はお昼時間伴っていますのでね、ぜひ、まあ外は寒い、影は寒いかもしれないんですが、ちょっと庭で、お庭で食事取るのもいいかもしれないですね。どうだろう。でも最高気温が低かったら寒いか、無理か、はいあでもね、あのお昼時間、お昼時間であのしっかりと休みを取ってもらいたいなと思いますので、美味しいご飯いっぱい食べて午後の仕事に備えてもらえたらなと思いますよ。ちゃんとご飯食べてくださいね。はい、ということではい、ちょっと今日は第一コーナー、ちょこっと私のお話をしていこうかなと思うんですけれども、いつもはね音楽流すんですが、今日はちょっとお話をしていきます。去った今週じゃないね、去った週末は3連休だった方が多かったかと思いますが、皆さんどんなことをして過ごしましたでしょうか。はい、この3連休ね、どこか旅行へ行った方も中にはいるんですかね、弾丸ツアーで、はい、どうでしょうか。皆さん何をしていましたか。私はですね、1年前からもうこの日はスケジュールが組まれていたんですけれども、なんと読谷中学校54期生の同窓会が開催されました。そのね同窓会に参加したんですけれども、私は幹事の一人として同窓会、はい、あの一緒に動いていたんですけれども、まあ、全然ね打ち合わせとか参加できなかったんですが、無事同窓会を終えることができて本当良かったなと思っています。まあ、1年前の一つ上の先輩の方々がね、ちょうど同じ日だったんですけども、去年の2月11日に開催して、またその日のお昼にはタイムカプセル開く会もね去年終わったんですが、まあ、その開く会もちょっと見学をさせてもらって、自分たちはどういう風にしていこうかなとちょっとね考えていたんですが、まあ、ギリギリになって、はい、お昼には開催ができず、まあ、同窓会の中に組み込もうということになって、昨日ザンパ岬ロイヤルホール、あ、ロイヤルホテルのロイヤルホールで、2階にあるロイヤルホールで同窓会開催しました。まあ、ね、そう100名来てくれたらいいなと思いながら、まあ、あの人数カウントしてたんですけれども、結果、まあ、270弱ぐらい私の同級生、読谷中学校同級生いるんですけれども、そのうちの130名ぐらい、はい、当日来ておりました。まあね、この日すごい寒くなっていたので、ね、風邪ひきさんが増えたりしないか、当日キャンセルが出ないかとねちょっと心配だったんですが、思った以上に来てくれたのですごく嬉しかったです。幹事の一人としてねすごく嬉しかったです。まあ、この日、あ、この時にタイムカプセルも一緒に開いたんですけれども、この場所でやって本当良かったななんてね思いました。まあ、もうそうそう130名みんなでね、あのそれぞれクラスごとに分かれて、15年前に書いた、15歳の自分が書いた手紙などをみんなで読んで、それぞれもうね、あの最初読み上げようかなってあの覚悟でいたんですけれども、あの書いてないだろうななんて思ってたので、多分書いてないからいっかとかって思ってたんですが、
真面目に2枚も書いてました私もうその時の状況を書いてたり、まあ、30歳の自分に向けてね書いてたんですけれども、はい、なんか何だったっけな、そう怒りマークで絶対太るなよとか、太ったらダメだからねとかで、化粧品ちゃんと30歳になったらこれ使ってよ、いけそうだよとか、なんかいろんなアドバイスが書かれておりました。まあね、30歳に向けての手紙を読めて本当良かったなと思ったんですが、また10年後40歳の自分にも手紙を書けたので、また10年後にも同じメンバーで同窓会ができたらなーなんて思っております。まあ、皆さんも、まあ、こういうお手紙を書いて、まあ、思い出に浸って、そういう時間もね大切ですからね、この時中学校の時の思い出なども見て、はい、感じられたらいいなと思いますよ。ということで、第2コーナー第3コーナーは読谷村役場のお知らせをしていきますので、ぜひ皆さん最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それでは一旦 CM です。時刻は12時13分になろうとしております。それでは今日のお天気をお伝えします。沖縄気象台11時発表、沖縄本島中南部今日は晴れ、降水確率はこの後深夜0時まで 0% の見込みだそうです。今日はもう一本晴れですね。はい、そして日中最高気温は16度、低いんですね。気温は16度だそうです。風は北の風のち北東の風、波は3メートルのち2メートルの予報です。続いて天気概況です。沖縄本島地方の沿岸の海域では13日夕方まで波が高い見込みです。海上や海岸付近では高波に注意してください。また明日にかけて空気が乾燥しますので、火の元、火の取り扱いに注意してください。沖縄地方は高気圧に覆われておおむね晴れています。また今日から明日にかけて高気圧に覆われておおむね晴れるでしょうということですので、まあね、今日明日といいお天気になるみたいですので、今日明日お仕事の方もお仕事お休みの方もぜひお外に遊びに、お外にお出かけをしに行ってくださいね。しかしちょっと気温は低くなっていますので、皆さん風邪ひかないように外から帰ってきたら手洗いうがいとこまめに予防していただけたらなと思いますので、ね、まだまだインフルエンザ流行っているようなので、はい、お気をつけください。以上今日のお天気でした。
は12時18分になろうとしております。 FM よみたんの本スタジオより生放送でお届けしているシエスタよみたん FM ランチ眼中チャレンジをお届けしております。それではこの時間からはこのコーナーです。この BGM が流れましたら、読谷村役場健康推進課からのお知らせのコーナーとなっております。第2コーナーから第3コーナーにかけてお話をしていきますので、皆さん引き続きお付き合いよろしくお願いいたします。読谷村役場健康推進課よりお知らせということで、健康推進課では妊婦、乳児から成人までの健康診断や健康相談のお知らせのほか、健康情報を発信してまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。また昨年度28年度から部名と課名が変わりまして、窓口部屋の方も移動となっております。足を運ばれる際は場所の確認をお願いします。以前子ども未来課があった場所となっておりますのでね、 2,3 年ぶりに読谷村役場に行くという方は、いくつか課名も変わって部屋も移動となっていますのでね、ぜひ事前の確認をお願いします。もしくは出入り口付近にインフォメーションがございますのでね、気軽にお問い合わせください。そして平成29年度の健康診断のご案内ということで、ご案内について4月からこの番組でね、毎週ご案内しているんですけれども、今年度の健康診断、集団検診と個別検診とあったんですが、この健康診断もう1月末で受診期限は終了いたしました。皆さん受けましたかね。受けなかったという方がいないことを願っておりますよ、平田美希は。はい、皆さんがちゃんと年に1回健康診断受けていることを願っておりますので、まだ受けなかったという方は、はい、平成30年度来年度健康診断のまたご案内が3月末4月にかけてね、届くかと思いますので、来年度は絶対に忘れずに早めに受診していただけたらなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。で、ね、平成30年度の健康診断の案内、4月の広報読み担と一緒に毎年パンフレット作成しているんですが、このパンフレットが全世帯に配布されますので、このパンフレットも皆さん保存よろしくお願いいたします。また今年度受けられた皆さん、引き続き来年度も年に1回健康なのかどうなのか、健康診断をちゃんと受けて自分の体の状態を確認してくださいね。特に受けられなかった方は、来年度は絶対もう4月5月すぐに受けていただきたいなと思いますのでね。また4月からは来年度受診が始まるんですが、5月頃にまた集団検診もねスタートしますので、個別検診と集団検診とありますが、集団検診を希望するという方は事前に集団検診の日程、はい、確認をしてほしいなと思いますので、4月3月末か4月頃にね、スケジュールが届くかと思いますので、その際はチェックの方よろしくお願いいたします。この健康診断の対象というのは、一般検診が20歳から39歳の方、そして特定健診という健診が国民健康保険に加入している40歳から74歳の方、そして長寿健診が75歳以上の方を対象としておりますので、よくテレビで特定健診受けましょうということでね、放送されているかと思うんですけれども、この特定健診というのは、はい、健康保険、国民健康保険に加入している40歳から74歳の方が対象となっておりますので、はい、皆さん、社会人になったら特にね、自分でスケジュールを組まなきゃいけないことになると、なんて言うんだろう、会社が集団でね、健康診断実施してくれたら、必ず年に1回受けるかとは思いますが、個人でスケジュール調整しないといけない方はね、3年4年5年と健康診断受けてないという方も中にはいると聞いておりますので、そうならないように年に1回は基本検診から、特に一般検診の方は
基本検診だけでも受けてほしいなと思いますのでね、はい、皆さんぜひ自分の体どういう状態になってるかしっかりと確認してください。引き続き来年度もよろしくお願いいたします。また人間ドックと婦人科検診についても、はい、4月からお伝えしていたんですが、こちらも今年度の受診期限は終了となっております。女性の方で今回婦人科検診受けられなかった方は、ね、この婦人科検診というのが、そう、受診率がなんと 100% のうち10% いくかいかないか、そう、1割の方しか受けていないという結果が出ているそうなんです。まあね、婦人科検診、20歳からは子宮頸がん、そして40歳からは、乳がん検診と受けることが受けるようにと、ね、はがき届いているかと、届くかと思いますので、女性の皆さんは健康診断もそうなんですが、婦人科検診も忘れずに年に1回受けていただきますようお願いいたします。そして後期高齢者医療加入者、75歳以上の方なんですけれども、毎年年度初めにドック費用補助事業というのがあるんですけれども、この受付期間というのは年度初めとなっておりますので、期限の確認も事前にしてほしいなと思いますので、75歳以上の後期高齢者医療加入者の皆さん、この事業について情報が届きましたらお伝えしますのでね、忘れずにこの受付していただきますようお願いいたします。そして続いては子どもたちの健康診断の案内なんですが、子どもたちの健康診断は今月と来月と引き続き実施されます。2月21日水曜日には3歳児検診、2月22日木曜日には1歳6ヶ月検診、そして23日金曜日は2歳児健康広場、そして2月24日土曜日は乳児一般検診となっております。対象者のお子様、全てですけれども、はい、対象者のお子様には読谷村役場から通知が届いているかと思いますので、忘れずに受診していただきますようお願いいたします。保護者の皆さんはね、スケジュールの調整、お仕事、お休みの希望を、はい、していただきたいなと思いますので、スケジュールの調整をお願いいたします。またもしどうしても保護者の方がこの日厳しいよという方は、ぜひ両親や兄弟にも一度相談してくださいね。家族みんなで助け合って子どもたちの健康サポートをしてほしいなと思いますので、ぜひおじいちゃんおばあちゃん、元気なおじいちゃんおばあちゃん、可能であれば、そして兄弟の方がいらっしゃいましたら、はい、ご協力よろしくお願いいたします。そして保護者の皆さんで何か子どもたちのことで悩んでいることはありませんか、ということで、お子様の身体測定、食事のこと、予防接種のことなど、まあ、子育てについて悩んでいることはありませんでしょうか。まあ、そんなお悩みがありましたら、読谷村役場健康推進課でですね、健康相談も受けていますので、ぜひ気軽にご相談ください。とね、事前にご連絡いただけると助かりますということですので、はい、子どもたちのことで何か、初めてね、子育てする方は特にいろんな悩みがあるかと思います。2人目、3人目とね、でもやっぱりそれぞれ子ども、お子さんの成長というのは、また体質もね、異なるかと思いますので、上の子がこうだったけど、下の子はちょっとなんか違うなとね、新たな、はい、悩みもあるかと思いますので、ぜひ気軽に健康推進課に健康相談をしてもらえたらなと思いますので、一人で悩まずに専門の方にご相談ください。また毎月1回完全予約制なんですが、お子様の心の発達や言葉の遅れなどが気になる方のために子ども心理相談を設けているそうです。心理相談員の方がご相談に応じますので、こちらも気軽にご相談ください。まあ、子どもたちのこともそうなんですが、社会人になった皆さん、まあね、検診結果が大丈夫であっても、まあ、この食生活で大丈夫かな、不安だな、これからどうした方がいいのかな、などとね、いろんな悩みがあるかと思いますので、そういった方も健康相談、また栄養相談とね、ありますので、ぜひこちらも気軽にご利用していただけたらなと思いますので、一度ご相談ください。そして続いては平成29年度の受診率についてという
ということで、29年度今年度の受診率なんですが、この受診率は今年、11月頃に検診の受診率の確定がありますので、まあ、その前までに今年度の健康診断の結果のコピーをですね、読谷村役場健康推進課まで提出をしていただけたらなと思いますので、今年度健康診断を受けられた皆さん、ぜひ健康診断の結果のコピーを、コピーで大丈夫ですのでね、読谷村役場まで提出をしていただけたらなと思います。また健康診断関係の書類なども取りまとめをしている方、ぜひ各市町村でね、提出してくださいと呼びかけをしているかと思いますので、まあ、特に読谷村の方がいらっしゃいましたら、読谷村のだけでも、はい、コピーを提出してもらえたらなと思いますので、ぜひご協力よろしくお願いいたします。まあね、28年度は27年度よりちょっと低くなってしまいましたので、はい、ぜひご協力のほど引き続きよろしくお願いいたします。それでは一旦 CM です。一番トントントン、検診リッカリッカ、トン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 、チャガンジュ、トントン、ワッタブットネンナトン、トン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 、トン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 、ミガンジュ島の読みたんそう。トン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 、イチデジ、トントン、ワッタブットデジナトン、トン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 、ワッタムラヤ、一番一番、トントントン、検診リッカリッカ、トン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 、チャガンジュ、トントン、ワッタブットネンナトン、トン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 、トン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 、ミガンジュ島の読みたんそう。トントントンガッチマイ。今日は12時31分を回っております。 FM 読谷の本スタジオより生放送でお届けしているシエスタ読谷 FM ランチ、ガンジュチャレンジをお届けしております。引き続き第3コーナーは読谷村役場健康推進課のお知らせをしていきますので、引き続きどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。続いてのお知らせはですね、特定保険指導についてということで、特定保険指導も受けましょうと。特定健診を受診された方で結果の内容によっては、まあ、特定健診というのは先ほどもねちょっとお伝えしたんですけれども、国民健康保険に加入している40歳から74歳の方を示しております。
はい、特定健診を受診された方で結果の内容によっては保健師、看護師、栄養士さんから保健指導が必要な方がいます。必ずこの日に受けてくださいねと言われた皆さんは、ぜひね、自分の体の状態を知るためでもございますので、ちゃんと保健指導を受けてください。この日に受けてよと言われている方はね、はい、あと自分の今の状態を知って、これからどうすべきなのか、まあ、いろんな専門の方からのアドバイスを、いただいてね、改善してほしいなと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。はい、そして続いては高齢者肺炎球菌の予防接種の案内ということで、こちら予防接種の接種期限なんですけれども、今年の30年3月末までとなっております。肺炎は日本人の死亡原因第3位となっております。肺炎球菌が原因で肺炎にかかる65歳以上の方が多いと言われておりますので、はい、忘れずに予防接種受けていただきますようお願いいたします。対象者の方には読谷村役場から通知が届いているかと思いますので、各自で病院に予約をしてですね、予防接種受けていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。こちらの予防接種はね、26年10月1日からスタートしている定期接種としてね、スタートしているんですけれども、こちら来年度30年度までの方が対象となっている、予防接種、助成金がね、助成額が出て、大体半分の4000円くらいで予防接種受けることができる内容となっているんですけれども、この4年間の間で対象となる方のみがこの予防接種受けることができるんですけれども、毎年対象者の年齢が異なりますので、去年だった方は今回は多分対象になっていないんじゃないかなと思いますが、一度確認をしてもらいたいなと思いますので、今年今年度対象者の方は今年度中にしっかりと予防接種受けてくださいね。65歳から100歳までの、はい、このそれぞれの対象年齢がございますので、はい、確認のほどよろしくお願いいたします。またこの時に、予防接種を受ける時に持参するものとしていくつか項目がございますので、こちらも忘れずに持参して予防接種受けていただきたいなと思いますのでお願いいたします。また対象者の方で、おじいちゃんおばあちゃんでね、一人暮らしをしているご家族もいらっしゃるかと思いますので、自分の両親、おじいちゃんおばあちゃんが予防接種の対象になってないかどうかというのもね、一度確認をしてもらえたらなと思いますので、あと1ヶ月半ですけれども、はい、忘れずに予防接種受けていただきますようお願いいたします。そしてここでもう一つ、今回広報読みたん2月号にも掲載されていたんですけれども、日本脳炎予防接種についてちょっとお知らせいたします。日本脳炎の予防接種は平成17年度から21年度までに積極的に勧奨の差し替えがありましたということで、その後新しいワクチンが作られ、現在は通常の接種がすることができるようになっております。こちらの日本脳炎予防接種はですね、平成19年の4月1日以前に生まれた20歳未満の方への、ね、内容となっているんですけれども、受けなきゃいけない、受けることになっている対象になっている方を対象が、その19年の4月1日以前に生まれた20歳未満の方となっております。この日本脳炎予防接種は1期が3回2期は1回の不足分を定期接種、公費の負担として接種することができるということですので、対象者の方、日本脳炎予防接種受けていただけたらなと思いますのでね、自分のお子さんが対象になっているかどうかも一度確認をしてほしいなと思います。この日本脳炎の予防接種というのは、毎年高校3年生になる年に積極的勧奨、個別通知というものを行っているそうなんですけれども、平成29年度の対象は平成11年から4月
4月2日から平成12年の4月1日生まれの方へ通知を送っているそうです。また来年度の平成30年度は平成12年4月2日から平成13年4月1日生まれの方へ、まあ、今年の3月末頃に読谷村役場から通知を送るそうなので、一度ま届きましたら受けて予防接種、はい、受けていただきたいなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。また平成13年度4月2日から平成19年の4月1日生まれで早めに予防接種を希望したいという方は予診票を発行しますので、一度読谷村役場健康推進課まで連絡をくださいということですのでね、早めに受けたいよっていう平成13年度生まれの皆さん、はい、母子手帳と予防、接種履歴を確認すること、確認したいということですので、はい、一度読谷村役場まで連絡をしていただけたらなと思いますので、日本脳炎予防接種、はい、対象の皆さん忘れずに予防接種受けていただきますようお願いいたします。こちら広報読谷2月号10ページに掲載されておりますので、はい、今ねざっと読み上げたんですが、はい、文章書かれておりますので一度目を通していただけたらなと思いますので、ぜひ広報読谷も、お時間あるときに、はい、ぜひ見ていただきたいなと、いろんな情報が掲載されていますのでね、見てみてください、よろしくお願いいたします。またこの10ページには先週お伝えした子どもの睡眠についても、はい、いろいろ書かれておりますので、お子さんをお持ちの皆さんはこちらも一度目を通して、はい、今の生活リズムどうなってるかなとね、見直していただくきっかけになってもらえたらなと思いますのでね、一度見てみてください、よろしくお願いいたします。そして続いてはインフルエンザ、はい、インフルエンザのお知らせということで、皆さんインフルエンザまだまだ流行っておりますね。皆さんインフルエンザかかっていませんか？まあ先日友人に会ったら自分の、子供たちがねインフルエンザになってると言っていたんですけれども、まだまだ、はい、まだまだインフルエンザ警報中ですので、はい、沖縄県ね警報中ですので、皆さんうつらないように、まあ、その前にうつらないように予防をしていただきますよう、引き続き予防お願いいたします、まあね、手洗いうがいこまめにして、また人混みに行く際はマスクの着用も忘れずにお願いいたします。そして平成29年度の高齢者インフルエンザ予防接種についてということで、65歳からのインフルエンザ予防、高齢者がインフルエンザにかかってしまいますと気管支炎や肺炎などの合併症を起こしやすく、また重症化する傾向があります。読谷村でも65歳以上の方を対象にインフルエンザの予防接種の費用を一部助成を行っています。はい、もう受けた方も多くいらっしゃるかと思いますが、この実施期限が10月からスタートしておりまして、今月2月28日までとなっておりますのでね、受けたいという方は、はい、早めにインフルエンザの予防するために予防接種を受けていただきますようお願いいたします。こちらは65歳以上の方につきましては個人負担が1000円となっておりますので、はい、皆さん65歳以上の方も忘れずにインフルエンザ予防接種受けてくださいね。まあ、その他の皆さんも10月1日から予防接種、インフルエンザの予防接種がスタートしているんですけれども、13歳から64歳までの方は1回の接種として料金は3500円、そして13歳未満のお子様は2回接種として年料金は1回目が3500円、2回目が2000円となっております。はい、ということですのでね、皆さんインフルエンザまだまだ流行っておりますので、引き続き予防の方よろしくお願いいたします。そしてインフルエンザかなと思ったら、まあ、すぐ救急車を呼ぶのではなくて、はい、かかりつけのお医者さんに一度相談をしてほしいなと思うんですけれども、まあ、まずはかかりつけ医を受診しましょうということでね、ポスターなどが貼られているのを見たことがあるんじゃないかなと思いますが、まずかかりつけ医っていうのは何なのかということでちょっとここで紹介しましょう。普段からよく受診する
身近で頼りになる医師のことをかかりつけ医と呼んでいます。何でも相談できて、またね、必要な時には専門や専門の医療機関を紹介してくださいますので、普段からよく受診する病院、ね、先生のことをね、かかりつけ医と言いますので、そういった場所も、はい、事前にね、見つけて行ってほしいなと思いますので、急なね、何かあった時にすぐ気軽にね、相談できる先生がいるとやっぱり安心ですからね。はい、ぜひかかりつけ医を見つけてほしいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。また子どもたちの急な病気に困っている方もたくさんいるんじゃないかなと思いますが、そういった方は小児救急電話相談というのもね、ありますので、ぜひこちらも活用してほしいなと思います。まあ、受診した方がいいのか、それとも様子を見て大丈夫なのか、まあね、初めて子育てする方は特にもう全てが初めてなので、不安がすごくいっぱいあるかと思いますので、ぜひ看護師や医師が電話でアドバイスをしてくださるということですのでね、シャープの8000番で、はい、電話相談もできるということですので、ぜひこちらも活用してください。まあ、こちら、相談日時というのは毎日夜間、まあ、病院の時間が終わってなんですけれども、午後7時から午後11時までの時間となっておりますが、この時間に何か子どもたちの急な病気に困りましたら、一度小児救急の電話相談をしてみてくださいね。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、はい、読谷村役場から読谷村役場からの健康情報をお伝えいたしました。またね、引き続き来週も皆さんにお届けしていきますので、またぜひ皆さん、この時間は自分の体今どうなんだろうとね、向き合う時間にしてもらえたらなと思いますので、またそう健康診断を今年度受けた方で再受診再検査してくださいねと言われている方いたかと思いますので、そういった方は早めに、まだ受診していないという方はね、早めに再検査も受けて自分の体の状態を見てほしいなと思いますので、皆さん引き続きよろしくお願いいたします。それでは皆さん、第4コーナーはメールテーマに沿ってお話をしていきますので、引き続き眼中チャレンジをよろしくお願いいたします。それでは一旦 CM です。一番トントントン、検診リカリカ、トン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 、チャガンジュ、トントン、ワタブプネンナトン、トン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 、トン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 、ミガンジュの島の読みたんそう。トン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 、イチデジ、トントン、ワタブットデジナトン、トン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 、ワタムラヤ、一番トントントン、検診リカリカ、トン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 、チャガンジュ、トントン、ワタブットネンナトン、トン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 、トン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 、ミガンジュの島の読みたんそう。トントントン、ガッチマイガッチマイ、トン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 、イチデジ、トントン、ワタブットデジナトン、トン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 、ワタムラヤ、一番トントントン、検診リカリカ、トン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 、チャガンジュ、トントン、ワタブットネンナトン、トントントン。
時刻は12時48分になろうとしております。あっという間にエンディングが近づいておりますが、引き続きシエスタヨミタン FM ランチ昆虫チャレンジをよろしくお願いいたします。さあ、第4コーナーなんですが、第4コーナーはメールテーマに沿ってお話をしていくんですけれども、今日のメールテーマは、はい、明日いよいよ、はい、2月14日バレンタインということで、はい、皆さんバレンタインの思い出をこのコーナーではお話をしていこうかなと思います。もうね、この去った週末と今日の夜、何かお菓子作りをする女子がいっぱいいるんじゃないかなと思いますが、何を作るんですかね、どんな思いで誰にあげるのかな、はい、まあ、友達同士でもね、はい、チョコレートあげるかと思いますが、もうそう、今はっていうかいつからかはちょっと分かんないんですけど、もうね、保育園とか、まあ、幼稚園までは分かんないんですが、保育園でもバレンタイン、みんなでね、友達同士であげるのがすごく流行っているみたいですよ。まあ、クリスマスも確かあったんですけど、バレンタインも子供たちで、まあ、先生にあげたり、大好きな子にもあげながらみんなにね、あげてるみたいなんですが、めいっ子いっ子がよくこの時期になると、まあ、この日たくさんチョコレートもらって帰ってくるんですけどねえ、今すごいね、保育園でそういう行事がというかしているようで、お母さんたち、お子ちゃんの皆さん、ちょっと大変かもね大丈夫ですかね。まあでも、チョコレートなので、そう、特に子どもたちは、まあ、大人の皆さんもそうですが、はい、チョコレートいっぱい食べたらいっぱい歯磨きしてくださいね。沖縄県は虫歯ナンバーワン、はい、ですので、特にまた読谷村虫歯率上位というか1位ですよもうね、すごい高い、はい、ナンバーワン、ナンバーワンって言いたくないんですが、はい、はい、虫歯が多い読谷村なので、ちょっとあんまり大きくは言えないんですが、はい、そう、チョコレートね、いっぱい食べたらちゃんと歯磨きしてくださいね。子供たち特に歯磨き苦手とか好きじゃないっていう子が多いかと思いますが、ちゃんとお父さんお母さんに歯ブラシしてもらってくださいね。そして年に1回じゃない、月に1回は歯ブラシも交換してくださいね。毎月8日が歯ブラシ交換日ともなっていますので、大人の皆さんも歯ブラシ月に1回こまめに変えるように心がけていただけたらなと思いますので、まあ、子どもたちの歯ブラシはお母さんと、お母さんがチェックをしてね、毛先がすごく広がってないかどうかなどとね、チェックをしてもらえたらなと思いますので、まあ、子どもたちはね、歯磨き噛んだりするとは思うんですけれども、噛んですぐ消耗しちゃうと思いますが、まあ、月に1回、はい、交換してあげて、そして、この歯ブラシはまたお掃除用に使っても使えるので、まあ、1回2回でね、処分しちゃえばいいかと思いますので、ぜひ、まあ、そういったのにも活用してもらえたらなと思いますよ。なので年に1回じゃない、月に1回忘れずに歯ブラシ交換してくださいね。よろしくお願いいたします。それでは、第4コーナーはメールテーマに沿ってバレンタインの思い出テーマなんですが、先にメッセージ届いているのでメッセージを紹介していきたいなと思います。ラジオネーム読谷大好きさんです。いつもメッセージありがとうございます。こんにちは。今日はテーマに合わせたメッセージではありませんが、楽しいことがあったので送ります。ですね、先週桜坂のイベントに参加してきました。おー、那覇まで行ったんですね。読谷村のスターである直木屋さんがライブをしてましたよと。へえ、そうなんですね。すごいテンションだし、年配の方もノリノリで楽しかったです。買ったパンを渡そうと思いましたが、前に行くのが恥ずかしくて渡せませんでした。読谷大好きさん、あげたらよかったのにね。でも恥ずかしい気持ちもわかります。そっか、じゃあ次回ライブ見に行った際はパンあげてくださいね。すごく喜ぶかと思いますので、はい。そしていつか直木屋さんがミュージックステーションに
出演できるよう今後も応援したいと思いますよということで、ありがとうございます。直樹屋さん嬉しいね、喜ぶと思います。直樹屋さん毎週金曜日のね、あの7時から放送していますので、8時7時どっちだっけ、はい、金曜日の夜に放送していますので、松田ぜひ読谷大好きさんこの時間もねラジオ聞いてもらえたらなと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。そういえば読谷大好きさんはカレンダー買ったかな、毎年ね直樹屋さん独自で作ってるカレンダーもありますので、もしまだ持っていないという方、まあ、読谷大好きさんもし持っていないというのであれば FM 読谷にもカレンダー販売してますのでね、1000円で販売してるのでぜひ買いに来てください。ありがとうございました。はい、では続いてもう一件、ラジオネームルンルンさんです。いつもメッセージありがとうございます。こんにちは。明日はバレンタインデーですね。本当ですね、いよいよ明日ですよ。バレンタインデーにチョコレートを渡すというイベントにドキドキしたのは何十年前になるのでしょうかと。何年前かな、数年前から友チョコなんて送り方もで、チョコ、友チョコなんて送り方も出てきたので、普段の感謝を伝えるいい機会ですよね。私の職場は女性が多いのでホワイトデーに負担がないよう男女一緒にチョコレートを食べる日にしていますよ。おお、なるほど、確かにいいですねこの日に。ということでね、あの皆さんこのバレンタインデー明日ね、友チョコなどみんな作るのに今日はお忙しの方も多いかと思いますが、皆さんたくさんチョコレート食べたら歯磨き忘れないでくださいね。ということで1時間お届けしましたシエスタ読谷 FM ランチ、ガンジューチャレンジ、最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。また来週は、普段気をつけていることをテーマにお話をしていきますので、ぜひまた来週もこの時間にお目にかかりましょう。最後まで聞いてくださいました皆さんありがとうございました。午後もお仕事頑張ってくださいね。バイバイ。